結局我々だけ生き延びてはいどうもこんにちはいやー、久保さんとこですね、ホリエモンです。はい、そんな意味あんのみたいなそんな意味あんの意味あんの、意味あんのそんな質問して意味あんのみたいなあ、これがねこれのシャツ、そう、あ、似てる、これホリエモンなんです。ホリエモン、ほんとだだからこれ公園行った時に買ったんですよ。はいはいはい、うん、いやー、なんか冷たいんですよね、結構ね。いやまあでも良かったですけどね、うん、一生僕は使えるんで。そうですね、だ質問コーナーあるのに、うん、それ聞いて意味あんのって。いや質問コーナーあのメールマガジンの質問コーナーでも結構冷たい返事が多いんですよね。相当賢い質問しないと、はい、うん、あっそうぐらいで終わっちゃうんだよね。まあ、だってあれでしたもん、まあ他にも何人かね、その質問してくれしてた人がいるんですけど、うん、みんな悩み好きだねあ、その悩みを質問する時間で、いや悩み好きやねん言われてもね、うんうん、すいませんみたいな、うんうん、はい、ということで、今回はね、出会いから10年というテーマでね、振り返りですね。もう10、久保さんが10年だ、そう、今年で、あ、10月で10月で50っすよ。で、僕も10月生まれなんですよ。で、40ね、7月でしょ、はい、だからセルフバックでセミナーやったのが10年前の今月の20日ですよ。あ、マジですか、うんうん、じゃあちょうどじゃないですか。ちょうど、本当に1ヶ月でもう全然だから久保さんが僕の今の年ぐらいからネットビジネス始めた。そう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 、もう麻雀しかしてこなかった30代でなんかネットビジネス、パソコン、クロームブック、クロームブック2万円、うん、本当ね、お笑い草みたいなスタートだったんですけど、うん、そう、当時ね、あの、うん、吉田さん、これ2万円で買ったんですよ、うん、ニヤニヤしてクロームブックをね、そう、ボロいパソコンで稼ぎ始めたんですよね。そう、だからそんな高機能なパソコンなんて最初は買えないし、うん、まあね、今でも70万ぐらいですよね。今のはもうパソコンにはもうこだわって今あのなんか、うん、エイリアンパソコン、エイリアンですね、エイリアン、うん、うん、唯一の設備投資なんでパソコンが、まあまあそうっすよね、うん、まあ僕もあのパソコンデスクトップ壊れて、うん、僕もうエイリアンにしようかなっていう、うんうん、まあ、ノートパソコンは Mac ですけど。で、まあ10年どうでした、振り返ってみて。早かった、てか早いっすよね。10年早かった、あの本当に最初の3年で、はい、ずっと抱えてた30代の負債が全部消えてちょっとプラスになったっていう、こう、はい、まさにね、自分で、あ、逆転できるんだなっていうのが、しかも日々10万円の利益ですからね、うん、全然この稼ぎ方の種類を変えるとこうなるんだなって、もう本当実感して、はい、それからアフィリエイトをまあ、やめて、まあ、今は投資を主にしてるかなって、資金ができたんでね、うんうん、まあ、10年であの人生はあの随分変わるなというかね、まあ、もう完全180度変わってますね。変わりましたね、180度ですよね、うん、家が変えたってのはそうですね、まあまあまあ、家ね、家、もう毎回僕久保さんの家に来ると、うん、トイレ入るじゃないですか、うん、こう満喫の漫画喫茶入ったことあります あそこの2個分ぐらいあるじゃないですかそう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 、2個分は古代かな、でも、うん、1個分のペースより広くないですか、なんか普通にあそこなんかくつろげるじゃないですか。だからトイレはね、あの何ですかね3.5 畳ぐらいありません、4畳そんぐらいあると思う、ありますよね、うん、トイレ大きかったなと思ってね、俺トイレなんか無駄に広いっすよ、ね、広いっすよだからもう暮らせんじゃないかみたいな、うん、だからあのトイレの大きさで最初始めましたからね、速稼塾を、あのぐらいの大きさで、あ、家賃3万、3万5000円でしたよ、うん、それこそもう3万5000も払えなくって10万以上の滞納をして大家さん待ってくれるみたいな、催促全くしなかったんですよね。あ、まあ収録入る前ですね、うん、まあ、久保さんのその、まあ、麻雀店でもカツカツで、うん、もう滞納でもう、うん、もうやばいっていう状態だったんですよね。はい、もうまともなところではもう借りれなかったですね、うん、あの金融機関、アコム、アイフル、うん、クレジットカードも残量が少なくって、うん、天井張り付き状態ですから、うん、で今月返済したら返済した分また借りるみたいなね、うん、常にマックスみたいな感じだったですね、うん、でそんな人生から、うん、今これですからね。まあでも確かにね、その広告ビジネスって儲かるんだろうなとずっと思ってて、うん、でも広告って結局自分が発信媒体持たないとできないわけじゃないですか、うん、で発信媒体が何なのかっていうのは本当なんか恥ずかしいことでずっと分かんないまま過ごしたんですよね、うん、まあ、でもあのメールマガジンとかね、 SNS とか Twitter とか、うん、まあ、今で言ったら YouTube みたいなのが発信媒体になって、そこで目立つことによって広告をさせるなっていうのが
あの例の塾に行ったら分かったって感じですね。アクセスをこう稼いでいって、稼げないんだったらこうサイトを量産するとかね、手数増やしていくことで、まあ、大体当時考えてたのはブログに10アクセスあったら100個作れば1000アクセスみたいな単純な公式で、本当にただそれだけやってた感じなんで、もうそれ以外ないと思ったんでね。まあ久保さんあれですよね、なんかあのブログ、まあジンドゥでしたっけ、ジンドゥですね、1万個作ったんですか、1万4000個ぐらい1万4000個、うん、いやそれペラページみたいな感じで作ったんですか。あ、そうですそうです。あ、じゃあそのなんか記事を100個書いて作り込んでるとかじゃなくて、まあそのタイトルとかそのまあキーワードを選んで、まあそれに応じて数記事書いたやつを1万4000個みたいな。あとね、仕組みはねこうなんですよ、あのフロントページっていう概念を自分で作って、フロントページはアクセスを集めるだけの記事をちゃんと書くやつで、あとはあのバナーを貼った売り上げを取る、あのなんですかエントリーページね、そこに集中させるじゃないですか、ね、なるほどね。じゃあ小サイトいっぱい作って大元のこっちにアクセスを持ってくるみたいな。そうですね、はい、あ、じゃあリンクしてみたいな、リンクしてって感じですね。あ、なるほど、ね、でフロントサイトも使い捨てでいっぱい作った感じですか。あ、でバナーが貼り替えるのがあんまり作りすぎたら、あ、そっかそっか、手が出ないじゃないですか。あ、そっか、あ、でもそれは頭いいですね。だからそういうふうに考えて、あのバナーの更新するサイトっていうのは、本当細かく手を入れてね。で、フロントサイトも使い捨てで、もう自分でもログインできないですよね、もう1000個超えたあたりで。なるほど。あ、でもそれ、でも、まあ、いろんな、じゃあ、人類以外にもいろんなブログサービスとかも使ってたんですか。あ、最初はね、いっぱい使ったんですよ。あ、じゃあ IP も結構分散されていいんじゃない、良かったんですか、ね、はい、で最初は非リンクをお互いのサイトで知ってたんですけども、もう手数が全然間に合わなくなってきたんで、もう作るだけにしても、まあ、ずっとアクセスが流れ込んできて、で途中で PPC を始めてですね、やっぱり量産ぐらいでちょっときついかなと思ったんで、PPC ちょっとやって、それがまたね爆発して、そっからですねアフィリエイトものすごく、まあ、好きになったというか得意になったな。でももうなんかあれですね、今話してるともうもともと麻雀店のおっさんとは思えないそのキーワードというかね、うん、そのネット用語で話せるっていうのはすごいですね。だってアフィリエイト、なんか初心者の人とか PPC って言われて何ですかって話じゃないですか。だ非リンクとかも、ね、初心者の人は分かんないだろうし、そうですね、なんかそれ普通に出るっていうのはなんか、なんかちょっとすごいなと思いますけど、ね、だからやっぱこう専門用語が分かるようになってくるのと、分からないままなのと稼ぎは全然違うと思ったんで、新しいジャンルに入った時にはその世界の言葉とか概念をまずは学ぶことだろうなと思ってたんですよ。で、アフィリエイト の、 あのアルゴリズムを解析まではしないけども、どういうふうなあ、まあ、流れがね来てるのかっていうのをその紹介してるブログとかで読んでって感じですかね。情報無料じゃないですか。まあまあまあ、調べれば調べるほど。ちゃんとやっぱそこは勉強したんですね。あ、なんか自分なりにしましたね。あ、そう、だからその塾に、な、例の塾入ってたじゃないですか。あそこから学んだってよりも、あそこをきっかけにして自分で学ばないと、自分に必要な情報があのコンテンツとして流れてくるかどうかわからないんで、まあまあ、自分から手を出していったって感じですかね。で、やっぱりこう月に1回集まるときに、PPC 広告っていうのがあるんだよっていうのを聞くことができたっていうのがラッキーだったですね。なるほど。あ、そういうのも、そういう手法もあるんだみたいな。そうですね、検索上位に出すためにはこんな方法があるっつって、あ、確かに広告って書いてあるよねみたいな仕組みがだんだん分かってきて、で、まあ、あのすごく面白くなってきましたね。へえ、すごいな。逆に考えるとそういうのを学んでない人が稼げないわけだから、単純な仕組みなんだろうなと思って。まあそうですね、ぶっちゃけその稼げない人勉強してないんで、まあ、僕も勉強嫌いだったんですけど、ビジネスは勉強したんで、いや、やっぱ知識がないと、まあ普通無理ですもんね。そうですね、無理っすよ、うん、なんか久保さん今 FX こう教えてるんですけど、FX もね、多分稼げない人ってその基本的な単語だったりとか、そうですね、その単語に対しての、そのなんだ、そのなんだろう、やり方というかそういう概念だったりとか、まあ、そういうのを理解してない、まあ、ネットビジネスだったらフロントエンド、バックエンド、アップセルとかクロスセルとか、まあ、単語プラスアルファ、じゃあそれはどういうものなのかって解説できるレベルまで、FX だったら FX のこれ、じゃあこのチャートを見る、あの移動平均線とか、これは なぜこう意味があるのかとかね、言葉と言葉のその先の深い意味を知ってるか知ってないかって結構大事ですよね。まあ、そうですね、もう専門用語を身につけたかどうか大きく差が出て、大抵の人はそれをやらないんで、やらないですよね。説明しても分かってもらえないんですよね、あの相場解説してもちょっとちんぷんかんぷんですっていう風になっちゃって、それは専門用語も覚えてないし概念も覚えてないから、いくらこっちが、ね、あの伝えても受け取りきれないんですよね。だからやっぱ基礎用語とかは覚えてくれないといけないし、テクニカルっていう手法はもう自分で身につけて、その上で相場解説を分かりやすいって話なんですよね。その仕組みをやっぱこう教えていくのが
まあ、私のね、うん、FX の教室かなというところなんですよ、うん、まずはその基礎用語、それからテクニカルの手法、3つ目は精神力ですよね、うん、この精神力もかなり大事で、やっぱお金が出たり入ったりするのはすごく応えるんでね、うん、だからその精神力はやっぱこう鍛えていかないといけないんで、それも今回のカリキュラムに入れてるって感じですね、うん。まあ、今はね、速稼塾から始まって今は、うん、FX の塾もやってますからね。そうですね、すごいですね、来ましたね。もうその FX の塾は、うん、なんか速稼塾みたいな、うん、そういう感じの名前にはしないんですか？あ、一応ねFX オリガルヒっていう名前にしたんですよ、はい、これ最近ロシアで新興財閥オリガルヒっても出てきたんで、はい、これだと思ってパクったんですね。そう、オリガルヒってなんかワクワクするって言ってますよ、そのネーミングが。あ、塾の名前ってかなりね、モチベーションかかると思うんで。僕もね、あ、僕もねちょっと意味が分かんなくて調べたら、うん、少数精鋭派みたいな意味なんですよね、うん、オリガルヒって、うん、そうらしいですね、うんうん、だからまあそういう風なタイトルでコンセプトもずっとお伝えしてたんですよ、うん、で私はもう50代では、うん、あの投資助言業を取ってね、うん、本当に一つの組織、うん、株式会社で投資を学べるところとかね、うん、そういうのにしていきたいなと。もちろんこれ叶うかどうかわからないし、資格が取れるかどうかわからないんだけども、うん、そこに挑戦するつもりで10年かけてやっていきますんで、ついてこれる方はこの50代が始まる私の10年に付き合ってくださいみたいなんですよ ね。だから50代で投資を始める人はここに乗ってくれみたいな感じで、もうターゲティングは50代とか60代ですね、うん、やっぱ稼ぎ方ってそのアフィリエイトとか YouTube あるんですけども、結構くたびれるんで、うん、量産っていうのは、うん、FX はねそれに比べるとちょっと別の角度の疲れはあるんですけども、うん、ただ本当に覚えればできる単純なところが多いんで、まあ、それをねあの伝えていければなと思いますね。いや、まああの、まあ、今回ね10年振り返ってってことなんですけど、うん、まあ、今話を聞いてて、うん、そのまあ、ネットビジネスも3年で1億なんで3000万ぐらいですか。そうですね、まあ、アフィリエイトとか、うん、まあ、自分のコンテンツ販売ですね、塾、速稼塾売ったりとかして、うん、でそこから FX ですよね、まあ、このちょっとここの仮想通貨もちょっとやってましたよね。やってましたね、うん、で、まあ、投資 FX はまあでもずっと6年ですか、はい、これどうですかね、まあもともとその麻雀店で、うん、そのネットも分かんないし、と FX なんて分かんないわけじゃないですか、うんうんうん、大丈夫ですかね。あ、荷物だ、はい、なんか買われたんですか。あ、僕ちょっと多いからね、まあ、あのお金あるんでいっぱい買ってますから、ね、もう買うもなくなってきたまあでもね、あのアフィリエイトをやりながら思ったのは、うん、やっぱりこう稼げる方法っていうのは、うん、学ぶことによって身につけるし、あと分からないことは分かるまでやれば分かるようになるかなって、まあ、単純なトンチみたいな話なんですけど、うん、分からないから諦めれば分かんないままだし、うん、稼げないままやめれば稼げないままだし、うんうん、まあまあ久保さんもいっぱいいろいろサポートしてると思うんですけども、うん、やっぱその途中でできなくなる人だったりとか、うんうん、なんかまあまあきつい言葉だけども、うん、なんかその言い訳にしてやらないと、うんうん、まあ丸々だからできない、丸々だからどうのこうのっていうのが、うん、まあもう鉄板であるじゃないですか。はいはい、でもそうは言ってもお金が必要、うん、そうは言っても人生は変えたい、だけどやらない、挑戦しない、うんうん、なんかを理由にしてどうのこうのっていう、それは なぜだと思います。まあ、なんでしょうね。久保さんもやったわけじゃないですか。いや、腹がくくれてないっていう言葉になっちゃうんですけど、まあ、一言だけど、うん、やっぱ自分の、うん、まあ、好きな人とか家族とか、うん、お父さんお母さんに、うん、いいとこ見したいわけですよ、うん、なんまあ、広島の言葉で言うと、ウージャパージャ言っても稼げなければいいとこ全然見せられないんで、もう一回ですか、ウージャパージャって、ウージャパージャ、あーだこうだって意味ですね。え、広島用語でそんなあるんですか。そんなあるんですよ。私もめったに使うことはないですけど、ウージャパージャまあ、結局ね、あの、うん、どんな言い訳をしても目の前に自由がなければ何の言い訳も成り立たないんですよね、うん、まあ、でも私はね、やっぱ自分なりに誇らしいなと思うのは、まあ、今両親に毎月お小遣いあげて、うん、もう6年になるわけです、うん、こっち引っ越してからなんで、うん、それからまあこの暮らしも、まあ、結局ねいいとこ見せてるなとは思いますしね、うん、でそれを失いたくないなって気持ちがあって、で今毎日自由に過ごさせてもらって、まあ、家族とほとんど一緒にいれるわけですよ、うん、まあ、なんだろうね、あの結局は腹がくくれてないと現状に甘んじてしまって、うん、しょうがないんだっていう、まあ、言い訳になってしまってね、うんうん、まあ、本当にしょうがない理由はあると思うんですけども、うん、でも人生はあっという間に終わってしまうんで、う
今ね私も振り返って本当に40で始めれてよかったなと思いますね、あそこが最後のポイントだったのかなと。多分 2,3 年遅れてたら自分ももうあんまり続かなかったかもしれないし、かといってちょっと早めにやってたら多分舐めててできなかったかもしれないし、本当にやばいなっていうふうにもう最後のワンチャンスかけてみようかなっていうタイミングで、あれが来たのは本当良かったなと思いましたね。まあもう本当にざっくり一言で言ってしまうと、まあ腹くくれてるかくくれてないかっていうところに落ちちゃうんですけど、まあ久保さんはまあ僕と違って僕、まあ、久保さんお客さんだったんで、麻雀店で本当ネットも何もわからない、リアルでずっと生きてきた男がですよ、まあ、ネットをこうやるってなった時に、やっぱわかんない、まあ、そのさっきね専門用語を覚えないといけないとか、まあ、いろいろあるんだけど、それもなんかもうよくわからない感じじゃないですかそうですね。でそこの違和感しかないと思うんですよ。違和感しかない、違和感しかないじゃないですか、でそれはなんか腹をくくるという言葉以外に何かこういう要素あったねみたいなのはあるんですかね、あ結局ねその麻雀店経営する中で、麻雀教室っていうのがあったわけですよ、で麻雀知らない人に麻雀の用語とかやり方とか教えるわけじゃないですか、それがただ、まあ、ネットビジネスっていうパソコン用語になっただけで、基本的には何知らないところから知る状態になるっていうことでは何やっても一緒だと思うんですよね、でその当時私がねすごく意外だなと思って気づいたのは格闘技なんですよ、格闘技ってただ体を鍛えてね筋肉ムキムキになって素早いパンチやキック出せればいいのかなと思ったらそうじゃないらしいんですよ、あれ全てねロジックらしいんですよ。あマジですか。でこう構えた時に相手の構えがどういうふうな形になったらパンチが来るっていうのが分かるらしいんですよ。まあ確かに、ね、情報戦らしいんですよ。昔その K-1 で誰だっけな、ファンキーな動きする人いたじゃないですか、まあ大体ああいう動きしないですからね、みんなちゃんとなんかもうクッてやっぱ力入りますもんね、こう。そうなんですよね、こう入れる時、で寝技とか組み技でも、どういう組み技にはどういう抜け技があるかっていうことを覚えてれば抜けれるんですよ、その予習復習をやってないと抜けれなくって、まあ、いわゆる落ちて終わりみたいな感じだから、やっぱ情報がどんだけあるかっていうのはすごく大事らしいんですよね、それによってそれを扱えるように体を鍛えておくっていう立て付けらしいんですよ。だから単純に体鍛えていいと思うんじゃないらしいんですよ。じゃあまああれですかね、その過去の経験というかその、まあ、どういうロジックで、覚え今までできなかったことができるようになるのかっていうところがなんとなく分かってたってことですかね、まあ、そうですね、だからどのルートを通ればどこの結果に結びつくのかってことを学習するだけだと思ったんですよね、特にそのアフィリエイトっていうのは、まあ、仕組みがあるわけじゃないですか、まあ そうですね、その仕組みを理解しないからできないし、手数だけ増えてもなかなか効果出なくて疲れちゃうんで、ビジネスっていうのはやっぱり必要最小限の労力でどのぐらいの効果を入れるかっていうその基本があると思うので、だからそこに立ち返って、このパソコンのね作業をするときに一番手間がかからずにやることは何なのかなって言ったらその答えがあるわけですよね、だから学びがすごく進んだっていうことですね。なるほどね、まあ、当時から YouTube っていうのは自動販売機を置くようなもんだとかね、ウェブ上に YouTube の動画コンテンツがあれば、数年後でも再生される可能性があるみたいな、でブログも同じですよね、だからこれしかないじゃんと思いましたね。でも翻って自分のお店とか会社っていうのは誰かが出勤しない限りは売り上げはないと、でも誰かが出勤すればコストがかかるとかね、誰かが出勤してもお客さんが来ないかもしれない、売り上げが立たないかもしれないって言ったらリスクしかないわけですよね、だからこの仕組みをなんかおふそ巻きながら40でね知ったというかね気づいたというか、本当腹の底からあこれは儲かるわけないわと思いましたね、だいたい家賃が100万とか人件費が300万とかかかって400万の売り上げが立たないと、まあ、何プラスにもならないわけですよね、これ困難ですよね。そうだからこの前僕ラーメン行った時に、まあ、そのお店ガラガラだったよ、4時ぐらい行ったんですよ、4時ってもう結構いないじゃないですか、いないですね、4時3時って、で僕一人だったんですよ、でいらっしゃいませって、まあ、一応やってたんで行ったんですけど、でまあ料理作るじゃないですか、厨房見れるとこだったんですけど、でまあ一人作るじゃないですか、僕しかいないって で料理作ってる人、料理作られたら何もやることないから、あああるある、ずっとこれで、この仕事大変だなみたいな、だからお客さん来ないとそもそも何も提供できないし、暇やし、暇ですね、あの時間マジきついなっていう、ネットの場合ってもうネットに資産っていうか、まあ、僕なんかブログ動画もあるし、
別に僕が何もしなくても、うん、勝手に動画がねこの対談動画とも見てくれるだろうし、うん、いやだまああのリアル本当きついなって。麻雀でもそうですもんね。麻雀でもそうですね。お客さん来ないとね掃除する感じですか、タコ。一応ね掃除もするんですけども、うん、やることってすぐなくなっちゃうんで、もう営業ですよね。なくなりますよね。自分の知り合いに電話をかけて、あ、これないけど今日空いてるみたいな、そんな感じですよね、うん。あとは私の場合は、まあ、これ従業員の皆さんね真似してくれなかったんだけど、私の場合はその本通り商店街のお店に行って麻雀ってやってますってこう名刺渡したりとか、うち来てくださいみたいな感じで、まあ、集客っすよね。もうそれやるしか、誰も来なかったんですけども、だって打つ手がそれしかないんで、うん、まあ、結構ね、この旗を持って立ったりとかチラシ配ったりとか、だから効果はすごく悪いんですけども、でも何もやんないよりはマシかなと思って。でも何もやんなかったらこうやってお店でこうやってるだけですもんね。そうなんですよ。だから途中で気づいたのは、うん、そうやってる間に、うん、あ、動画を撮ろうかなと、麻雀の動画を、うん、っていうのは途中から始めたんですよ。例えばそこではアクセスが取れるんですけども、うん、来店には繋がんないですよね、うんうん。だからそういった意味でも、これから の, その麻雀店というのは、ね、当時考えてたのはコンテンツを作る場所が麻雀店で、うん、売り上げはネットで作るっていう形になるんじゃないかなと思ってましたね。麻雀店でいろんなお客さん来て、そこではもう儲からないわけですよ、うん。でもその代わり麻雀の動画が撮れたりとか、いろんなエピソードがそこで生まれるのをネットに上げることによって、うん、面白いプレーとかね、あの記念の上がり方とかっていうのが、まあ、撮れれば、うん、それが資産化していくんじゃないかな、そこからの売り上げっていうのは、まあ、ありえるんだろうなと思ってたら、まあ、今なんかそんな感じになってるみたいですよ、うん。なんか珍しい上がり手をすごい再生回数回っててね、でそこで収益が発生して、で麻雀大会とか店舗では売り上げほとんど立たないみたいな。うん、なんかさっき話してる中で、うん、まあ、久保さんがその最小の労力で結果を出すみたいなちょっとキーワードが出たんですけど、うんうん、まあ多分これ見ていただいてる方はね、うん、いや久保さん相当やっとるやんみたいな、全然めっちゃ頑張ってるやんみたいな、はい、そこに対してのなんかちょっと意見を、ね、久保さんの考えその最小の労力、いや僕もまあこれから話したいんですけど、はい、その久保さんの最小の労力で結果を出すっていう、でもその視聴者から見ると、いや久保さん毎日ねライブやってるし、うん、毎日なんか動画いっぱいアップしてるし、うんうん、やってんじゃんみたいな。そうですね、まあ、あれが最初だと思いますよ。なるほどね。少なくとも毎月なんか7、80万から100万円の売り上げを作ろうと思ったら、うん、あのぐらいやれば OK みたいな、うん。でもね、他のいわゆるサラリーマン仕事をして、うん、多分100万超えないと思うんですよ、どんなに頑張っても。一部の営業職を除いてね。まあ確かに、だからすごい労力かけて20万前後とかね、14万お前が終わってんだよみたいに言われちゃったりするんですけどもかの人にでもそのネットでどんだけやっても8時間はやんないんですよ、はい、100万稼ぐために、まあ確かに毎日8時間はやんないでしょ。まあね、僕も久保さんも、まあ、いやすみません、他の人が動画本数がね1日1本でへいへい言ってるんであれなんですけど、うん、まあ、編集してないと思うんですけど、うん、まあ、8時間やってないですからね。やってないですね、うん、確かに、まあ、なんか 2,3 時間でスペースじゃないですか。だから僕も大体まあ2,3、うんうん、まあ本当久保さんとのやり取りまだ続いてるんですけど、うん、億万長者合宿のね、うん、あれもし仮になかったら、うん、僕仕事を今1時間ですね多分、うん、そのぐらいですよね、うん、だから結局久保さんとのやり取りできるのも暇っていうのもあるんですよね、うんうん。だから結局最小の労力で最大限の効果を出すっていうビジネスは、うん、今までのリアルビジネスはもう手間がかかりすぎてたんですよね、うん、で単純に店をねオープン10時にして、うん、で深夜10時に閉めるみたいなことでも12時間やってるわけじゃないですか。まあ確かに、ね、そこに1人じゃなくて何人もの人とか業者さんが関わって、うん、で売り上げがひいひい言ってるって感じですから、で相当単価が高い店舗ビジネスとか法人ビジネスじゃないと、うん、ほんとマイナスになっちゃうんで、うん、経費がかかりますからね。ただネットって経費がかかんないん で, そうなんです、ね、どれだけでもできるんですよね。 そ, うなんですよ。そこが大きいですよ。だからね、もうちょっとこう収録してる時にはもう選挙の結果出てますけど、うん、はい、ガーシンさんね、なんか 11円からだったかな、うん、110円、110円から110円から国会議員そう110円半年ぐらいでねだからあれもやっぱ時代の恩恵ですよね。いや、やっぱ YouTube で発信が増幅されたんですよね。そうだから110円しかなくても YouTube はできるっていうね、うん、そうそう、だから0円ですから、うん、登録費用も月額費用も、そうそう、だからね、やっぱこう会社の経営とか店舗の運営してきて、コストがかかることばっかりやってたんでコストを追っかけてたわけですよね、うん、でも今度コストを追っかけなくてよくなると、もう本当売上イコールあらりなんで、うん、非常にその優しいというかね、見えた、いや優しいですね、うん、僕も本当に鹿児島行ってよかったなと思うのがやっぱ経費が圧倒的に削減されたんで、うん、本当まあ
そこの経費の精神的な部分に関しては圧倒的に楽になりましたね、うん、やっぱ久保さんも今従業員いないんですけど、うん、まあ、従業員に対するその経費、ね、お金払うプラス従業員に対しての不平不満ってやっぱ出てくるじゃないですか出ますね。だからその金銭的な毎月必ず持ってかれるリスクプラス精神的なリスクみたいな、うん、そうそう、まあ、これは経営してる人じゃないと分かんないと思うんですけど、うん、まあ、多分経営してる人だったらなんで俺の気持ちが分かってくれないんだよって多分従業員に思ってる人ってかなり多いと思うんですけど、うんうん、そうなんですよ。でもそれもあんまり言えないし、金払ってんなら働けよみたいな、うん、ね、そしたらなんかパワハラだみたいな、うん、なるでしょうね今だったら。今だったらね、うん、だから人はねお金を払っても言うことを聞かないんですよね、うん、うん、だからやっぱこう人は雇いたくないなって思っちゃうじゃないですか、うん、でも片っぽでは雇用を広げる責務を負ってるつもりで僕らは会社をやってた時期はあるんですよね。やっぱ、うん、今就職先もなかなかないんで、うん、自分で雇用先を作ってあげるっていうね、なんかちょっとかっこよさっていうのがねあったんですけど、うん、なんか僕は今雇用してる人ってかっこいいなと思いますね。やっぱすごい、うん、すごい尊敬しますね。そうですね、やっぱそれだけのリスクを負って、うん、そのやってるわけじゃないですか。正直今なんか一人でできるんだよ、うん、だからその経営者、人を雇う経営者ってものすごく慈愛に満ちてると思います、うん、すごいと思います。 僕らひどい人間ですよね、まあまあ、雇わないんだよ正直ね。世間的にひどい人間なんですよ、うん、ひどい人間ですよ自分だけ生きていくみたいな、うん、そうそうそう、で本当はねやっぱり社会に出て30代、うん、40代になったら、うん、若い人を雇ってあげる包容力があってもよかったはずなんですけども、うん、もう自分のことでも終わりですよね僕、うん、すいません、うん、本当すいませんけど自分勝手でもそういう時代になったんで雇われずに生きていく方が自由だし、うん、拡張性も高いし、それからまあね、うん、お互いに精神的なストレスもないしって感じなんで、うん、ぜひね一人で、まあ僕頑張ってもらいます。まあ僕はまあ久保さんも多分そうだと思うんですけど、一人が一番 おすすめですね。なんかまあ経験があるんでやっぱ、うん、うんうん、なんか楽ですね本当に、うん。楽ですね。めちゃくちゃ楽。うん、なんかゆとりができるし、うん、やっぱその売上の粗利に関しても全部自分に入ってくるわけじゃないですか。うん、で従業員いたら従業員に分配しないといけないし、うん、チームでやってたらそのチームのメンバーに分配しないといけないし、うん、だから結局自分の収入上げようと思ったらもっと、じゃあチームで5人いたら、うん、まあ、5倍10倍売り上げ作っていかないといけないじゃないですか、うん、そうですね、うん、だからね人を雇うって本当にすごいことだと思いますよ。まあすごいっすね、うん、だから僕すごいなと思って、うん、でも下手にね人を雇うと、うん、家族にはお金入れられないのに従業員には給料払ってるみたいなおかしな状況になっちゃうんで、うん、やっぱりもう時代が変わったんでね、もう自分のためにやるしかないかなっていうと、うん、従業員っていう考え方ももうこれから古いんだろうなと思いますよ。まあでもちょっと古くなってきた、うん、まあそのなんだろうな、なんか雇用する雇用されるっていうのがもうちょっと古くなってきたのかなっていう、うん、要はもう会社っていうものは、うん、そのなんか僕な遊びだと思うんですよなんか今の時代って、うん、要は、うん、その会社の行くところ目指すところのゴール、冒険に、うん、あその冒険面白いねみたいな、そのゲームめっちゃ面白いやっつって、うん、そのゲームをみんなでやりに来るみたいな、うん、そう多分 そういう時代背景なんじゃないかなっていう、うん、そうなんですよね。だから逆に言うとその会社自体がそのゲームがその会社のゲームが面白くないんだったら、うん、もう終わりみたいな終わりよ、うん、だからその給料のために、ね、仕方なくやるんだったらみんなに迷惑なんで、うん、自分も苦しいし、うん、やめた方がいいですよね、うん、でも結構やっぱね、まあお金のためにやっぱ働いてる人っていうのが、うん、まあまあ、9割8割多いと思うんですけど、まあ、もちろんお金のためにやるんですけども、うん、その対価として自分の労力や時間を割くっていう時代ではないかなと。テクノロジーがあるんで、うん、テクノロジーをちゃんと使うことによって、うん、もう人間のこの体が持っていかれなくてもいいようになってて、農業なんてすごく分かりやすいんですけども、うん、農業なんて200年前は近所の人総出で田んぼとか畑ずっとやってて、それで1年かかってやっと収穫とかね、うん、でたまに干ばつが起きてきてパーになるみたいなことがあったりって本当に苦しかったと思うんですけど、うん、今農業ってほとんど人が手をかけてなくって、うん、農業機械もあるし、なんだろうな、肥料とかも優れてるし、うんうん、なんかね、まあまあ大昔に比べたらね、うん、
こんなんウィーンみたいなのなかった。そうですね。みんなこうやってカマでやってる。腰いかれるぞみたいな、うん。だからその時代がもう今テクノロジーによってやんなくてもよくなったんで、まあ、それはやらないでしょうってことと、あと工場勤務も、昭和の時代には工場勤務っていうのは一つの働き方だったけども、うん、今工場っていうのがだんだんこうオートメーション化されていって、まあ、ほぼロボットですよね。人が働かなくなってきたのに、うん、無理やり工場勤務を目指すと、それは機械と同等の価格で働くことになっちゃうんで、うん、きついですよね、うん。だから人間にしかできないようなことを考えていくときに、うん、やっぱこう情報産業っていうのはまさにね、人でしかできないことなんじゃないかなと思いますよね。うん、なんかあのニュースで見たんですけど、パスタ屋さんがその、うん、まあ今パスタも上がってるんじゃないですか、その小麦で、うんうん、でその人件費を抑えるためにそのなんかロボットでなんか勝手に茹でて、うん、勝手にフライパンにボンって出て、うん、勝手にそのロボットがフライパンに言ってこうやって、うん、はいできましたみたいな。でなんか そのロボットをまあ、何店舗いっぱい入れる、うん、今後入れますみたいな、うん、あの時代変わったなみたいな、変わりましたね、フライパンじゃあそリアルでもうなんか試験的なこういうのじゃなくて、うん、もう導入されてるみたいな、うん、でそれで面白いなと思ったのが、うん、そのロボットがこう、ね、作ったやつを人間がこうやって配膳してるってなんだここのアナログとデジタルのこのなんか違和感みたいな、うん、ね、まあ、そのまあ、そのうちまあねロボットが多分配膳、うん、なんだね、なんだっけ、なんか店舗でなんだ、あ、後楽園だったかな、後、はい、楽園知ってます？あ、知ってます。ラーメン屋さん、はい、あそこの店舗でなん、まあ、全部店舗じゃないですけど、うん、その配膳でロボットあるんですよ、うんうんうん、そうなんだ、そう、なんかこうロボットが来るんですよ、うん、いやでもね、配膳ロボットの方がいいっていう文化に変わるんじゃないですかね。うーん、衛生的でね、まあ、ね、うん、コロナもありましたしね、うん、だからその、まあ、私ね、その介護の世界は人間がやらないといけないっていう風に言ってる人とちょっとね、うん、激論したことがあるんですけども、うん、あのそれは何かっていうと、うん、介護、それは久保さんはどっち派なんですか？僕はね、介護も機会があった方がいいと思う派なんですよ。なるほどなるほど。徐々にですけどもね、というのがその心はそのなんか知らないそのヘルパーさんに見られたくないものってあるじゃないですか。ああ、確かに、ね、だから下の世話とか、うん、若い女の子がね、うん、やるのを嫌だったりするわけですよ。確かに、うん、そういうのが恥ずかしさっていうのがある限り、機械でおむつの替えとかあのお風呂が終わったらどんなにいいだろうかと思いますよね。確かにね、ちょっと恥ずかしいですよね、なんか、うん、まあぶっちゃけプライドをズタズタというか、まあなんかその、うん、俺もこんな体になっちまったのかみたいな、はい、でそのヘルパーさんもね、まあ笑顔でやってるかどうかわかんないですけど、うん、なんか嫌そうに、まあ全員多分嫌そうにやったら申し訳ないなみたいな、なんかそういうそこですですよね、うん、だってし多分ですよ、うん、まあその介護の方の中でおじいちゃんおばあちゃんの下の世話大好きです、うんこ触るの大好きです、多分いないと思うんですよ。少ないですね。いないですよね。むしろあの業界にいる人が介護士さんが 3K とか言って汚いとかきついとか言ってるわけだから、いやでも汚いって認識があるんですよ。まあ綺麗とは思えないですよね、多分ね、うん、確かにね、臭いし、うん、だからそれを機械でボン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 処理してくれるんだったら、うん、あの利用者さんも介護職員さんも両方とも楽なはずなんですけども、うん、でもやっぱりね、人間がやらないといけないところがあるっていうような論調はまだ強いんですよ、うん、もちろん人間がやった方がね、いい部分はまだまだあるんですけども、うん、だんだん変わっていくと思うんですよね。そう、多分ね、そのコミュニケーだから僕も、うん、まあ久保さんと億万長者合宿なんかやり取りしてて、うん、まあ出るんですけど、まあ、正直久保さんもリアルで会ってないお客さんに売ってるんじゃないですか。うん、そうですね。いや僕もリアルで会ってないお客さんにもう8割9割売ってるんで、うん、なんすかね、まあ、僕のリアルは今ここ、まあ、もちろん久保さんとリアルで会ってますけど、はい、うん、ほとんど視聴者の方ってこのリアルないじゃないですか。ないですね。でもその YouTube がリアルで、うん、うん、なんか時代変わったなっていうのはなんか、うん、だからどっちが結局リアルなのかなっていうまああのリアルの中に映像もあるっていう感じなんですよね、うん、きっと。やっぱこうテレビずっと僕らも見てて、うん、あのタレントさんや映画俳優に思いを寄せたりするわけじゃないですか、まあ、もうリアルなきっともね、そうそうそうきっと、うん、思いを寄せて買っちゃいましたからね、うん、きっと。だからもうそのネットとかリアルとかって境目がなくて、全部込みで、うん、まあ、人生が展開されてるんだろうなと思うんですよね、うん、だからあとはどう自分の先入観を壊していくかってところかなと、うん、やっぱこうね、通販でノートとか買うんですけど、まさにそれだってあの販売者側って誰か分かんないわけですか。まあ確かに ね、うん、ね、だからそれと同じですよね、販売者側ね、まあ僕ら顔出ししてるだけまだマシ、うん、
一応顔出ししてます。そう、顔出しして、顔出し、みんな顔出しして働いてる。そう、みんな顔出しして街中歩いてます、ね、街中歩いてさっき久保さんに送ったんですよ、顔出ししてないとか、うん、そうそうそう。でもあんまりあれも先入観でしょうね、うん、あのカメラを向けられると、うん、なんかね、数万人数十万人が見ているような気がするんですよ、うん、なぜならずっと視聴者だったから、うん、でもほとんど見てくれないですよ、そう10人とかね、まあ、大した見てくれないですよ、うん、そう、だから動画をね、やっぱ2万本3万本作っても街中で声かけられることないんで、そう、僕ないですからね、1回もいやでもどっちかっていうとなんかね、すごく凄惨な事件がねこの前もありましたけど、リアルの方が危険ですよね、うん、ババーンって撃たれたりするんで、そうす、ね、放火されたりとか、リアルの方が危険なのになんかネットが危ないっていうね、なんかそういう先入観はちょっと違うのかなと思いますね、うん、まあ、この前もね安倍総理ちょっとお亡くなりになって、いやあれも衝撃的でした ね、 本当ね、いやどうでした、だって日本であんなことが起こるだって、いや本当ね、速報が来て、うん、あ助からないなと思ったんですけども、うん、あのこんなことこの時代にあるんだな、いやね、令和ですよ、だからロシアの、うん、あの戦争もそうだ、この、うん、この2022年っていう時代にね、うん、でまあ今日その久保さんのとこ来る時もニュース見てたんですけど、うん、まだやってんすよ、そうで今日なんかニュースでやってたのが、そのまたその団地かどっかにそのミサイル落とされて30人ぐらい死んでたみたいな、うんうん、まだやってんのかみたいな、うん、だから結局そんなことが起きるわけないよねっていうふうに思ってるってことは危機感ないんですよね我々に、うん、ほな一国の総理、元総理がね、うん、銃弾に倒れるってことは歴史上何回もあったわけなのに、うん、日本で起きるわけないよねっていう先入観が、ああいう事件をびっくりさせた、まあ確かにね、ケネディさんも暗殺ですもんね、そう、ケネディもね、ケネディ遊説中に撃たれたっていうことだったんですよね、うん、いやでもね、やっぱ日本っていうのはね、やっぱ 銃社会ではないですからね、うんうん、まあちょっと衝撃っすよね、うんうん、でもやっぱこう警戒はいろんなことにしておかなければならないのかなと、あのとにかく自分の人生を有意義に過ごすためにリスクヘッジっていうのはね、投資の用語ですけども、かなりそれがいるんじゃないかなと、お金がなくなったらどうしようとかね、売上が取れなかったらどうしようとか、稼げなかったらどうしようとかね、なんか人に切られたらどうしようみたいなとか、さまざまなリスクヘッジをやっぱ日々することによってなんか想定外がなくなっていくのかなと、まあ、そこはすごく感じますよね、うん、なんかまあ、そのニュースの番組で、うん、まあ、最近そういうなんか、うん、まあ、その安倍さんをやった人も、うん、なんか家賃3万のところに住んでて、うん、まあ、お母さんがその、まあ、宗教入っててその全財産ぶち込んで破綻して、うん、まあ、結局金銭的に結構きつい部分があったと、うん、で他にもなんかそのなんだろうな、なんかその金銭的に結構きつくて、うん、でなんかいろんな事件を起こした、そのなんかこう、うん、でそれでなんかなんだろうな、特集みたいなのがちょっと組まれてたんですよ、うん、だからまあお金がないっていうところってなんすかね、まあ、久保さんもねそういう時代あったし、うん、まあ、僕ももともと貧乏だったんで、うん、なんかベンツ見るとムカついてましたけど、うん、やっぱなんかお金がないとなんかそれをいいエネルギーに変えるといいんだけど、うん、その人を殺すとかね、うん、なんかその犯罪を犯すとか、そのだからそのなんか池袋とかなんか山手線かなんかの線で、まあ、うん、なんか会社で嫌なことがあったから、うん、あの人殺してみたいな、自殺、あの死刑に遭いたかったみたいな、うん、そういうなんかそういう事件もあったりとか、うん、なんかなんかこの久保さんはなんでこっち行けたんですか、なんかそのまあ、そっちに行かなかったというか、まあまあその根本的にはね、弱さは攻撃に向かうってことを自覚したんですよ。え、もうそれちょっといいですか、もう一回。弱さは攻撃に向かうんですよ、ね、弱さは攻撃に向かう、はい、例えば、うん、自分の体力がなくって、うん、すぐ疲れちゃうから、うん、チャンスがつかめないとかね、うん、それから稼ぎが悪くって、うん、いつも悔しい思いをして、うん、人におごることもできないし、うん、あれだったらねすごく冷たい目線で見られちゃうとか、うん、あれから自分の肩書きがないとか会社に勤めてない非正規だとかっていうのは、うん、その自分の弱さだと思うんですよ、うん、まあ少なくとも弱いって感じてる人にはね、うん、その弱さって何に向かうかっていうと、人を攻撃してやろうみたいな、足引っ張ってやろうみたいなエネルギーに向かいやすいんで、うん、だそれが暴力になっていくのかなと思うんですよ、うん、それとかあの罵詈雑言とかね、うん、でも自分が豊かだったら人の足引っ張る暇はもったいないんで、うん、人の幸せを願うようになると思うし、うん、あれだったら自分の
あまりあるお金とか体力や知恵で誰かを手伝ってあげようっていうふうな気持ちになると思うんですよね、うん、まあ一部はね自分の強さを人を攻撃することに使う人もいますけども、うん、でも基本的にはお金を稼げる人とかあの体を鍛えれる人って、うん、あの精神がすごく澄んでると思うんですよ、だんだん鍛えられると思うんですよ、うんうん、そうなってくるとやっぱりねなんかこうボクシングや空手のチャンピオンっていうのは人間的にできていると僕は思うんですよね、うんうん、でも生半可なあの腕力を持っちゃうとちょっと人を傷つけられるみたいになっちゃったりね、うんうん、で人の幸せを喜べるような精神力を身につけないといけないと思うんですけども、その、うん、やっぱり文武両道っていうのかな、あの一つの言葉としてはあの力なき正義は無能なりとかね、うん、正義なき力は無能なりっていうんですけども、やっぱり両方とも文武両道で育んでいかないと、うん、弱さは時として人を傷つける方向に向かって、それが不幸の連鎖を生むのかなと思うんですよ、うん、だから私はやっぱりこうお金を稼ぐことによってなるべく多くの人にこうね、まあ、奢ってあげるというか分かりやすく言ったらね、うん、割り勘の時にあこれでみんなあと、うん、みんなで割ってみたいな、ちょっといい格好したいわけですよね、奢、うん、ってあげるとかね、うん、でそういうところから見栄を張りたい自分の気持ちがもともとあったんで、あのどんなに借金抱えてもお金のことではねなんかこうみみちいことはしないぞと思ったんだけども、でも結局キャッシュの限界で来た時にできなくなるんで稼ぐしかないかなってところにたどり着いたんですよね。でも本当にね心が歪んでる時っていうのは人を騙してでも金を稼ぎたいなっていう気持ちになったりするわけなんですよ、うん、結局それしなかったんですけども、うん、でもね残念ながらビジネスやっていって一時期はすごい売り上げを取って信頼関係もあった、うん、そんな人が気がついたら人からお金を借りてね返さないとか、うん、コンテンツ販売するよってとんずらしてるとかっていう事例がある時に、うん、やっぱこう油断をしちゃダメだなと、うん、次稼げなくなったらどうするみたいなことをちゃんと考えておかないとな。まあ、なんでまあこのテーマを出したかっていうと、うん、まあ正直まあ僕とか久保さんも最初からここに行ってるわけじゃないですよ。まあまあまあ頑張って行ったわけなんだけども、うん、でも今をほとんどの人がやっぱ見てるんで、別にね、うん、この10年をね、うん、僕は久保さんのその麻雀店からのコメントしか書けないお客さん、変なお客さんの時から10年知ってるけど、うん、あなたとこれをね見てるあな皆様はね、あの10年を知らない、歴史を知らないんで、うん、はい、こいつらふざけんなみたいなね。だからでも結構やっぱね、やっぱもう今本当にその二極化、もう圧倒的な二極化になってるじゃないですか、マジで、うんうん、でこっちのそのまあ苦しんでる人って多分こっちの人を僕はもう、まあ、僕もそうだったけども、なんかすげえ白い目でっていうか、うん、あいつらだけみたいな、羨ましいを超えて妬ましいみたいな、そう、妬ましい、憎い、殺したいみたいな、うんうんうん、そう、多分その感情って僕すごい、うん、まあ、それが露骨に、まあ、今事件とかに出てると思うんですけど、鬱屈してますね、うん、それはね僕違うパワーに使ってほしいなと思うんですよ、うんうん、そうですね、まあ、いわゆるその無敵の人っていう言葉がね、うん、あるみたいですけども、うん、もうどんな刑罰にあってもいいし、うん、もう生きていたいとさえ思わないと、うん、とにかく最後に一発でかいことをやって、うん、自分の人生をね世の中に知らしめてやるんだみたいな、うん、その爆発的なね、あの破壊的欲求がね今だいぶ渦巻いてるんではないかなと、まあ、それがもしかしたらね今回 あの安倍総理暗殺事件になったりとか、うん、で以前の京都アニメーションとかね、うん、あ、そう、京都アニメーション悲惨でしたね、悲惨ですよ、一生懸命働いてる人がね、うん、あれもえぐかったっすよね、あれも、うん、2,30 人もね亡くなられた、そう、悲惨だったらしいですよ、だってね普通に真面目に仕事してて、うん、いきなり死ぬっていう、しかも、うん、死に方が焼けて死ぬって超痛いじゃないですか、そう、縮んじゃってね、うん、こんなになるみたいですよ、大きさが、人体が、いや焼けて死ぬって絶対やだな、苦しいですね、うん、めちゃくちゃきついですよね、うん、多分、うん、だから実際この日本という国はね、うん、そういう事件が起きるようになっているっていうことだし、うん、あのまさかみたいなことを私たちが感じるってことはもう危機感がないんですよね、うん、もしかしたらそれをやられるかもしれないって思わないといけないし、うん、そうなったらあの恵まれない人をね作っちゃいけないなと、本当に、うん、いわゆる社会的弱者を、うん、弱者たらしめないように強いものがやっぱ引っ張っていかないといけないのに、うん、その体制がいまいちできてないかな、うん、例えば僕らもさっきの話に戻りますけど、人を雇用してないわけじゃないですか、うん、ってことは雇用されたがってる人の行くところがなくなってるってことで、うん、もしかしたらそれが誰かへの攻撃に向かうかもなとか思うわけですよね、うんうん、まあ、僕とか久保さんはそのお金の稼ぎ方を教えてるんで、うん、まあ、あの稼ぎましょうって話なんですけども、うん、なんかね、まあ、10年振り返って、まあ、久保さんも変えたし、うん、
久保さんの速稼塾の塾生さんも人生変えた人もいるだろうし、うんうん、まあ FX の塾はこれからなんで、うん、まあでもなんかもう結果出てきてる、もう昨日も100万円稼ぎましたって連絡来ましたよ。だからまあ変えられるんで、うん、だからそこはなんか妬み嫉妬を変える、人生変えたるみたいなね、俺も、うん、俺もあそこ行ったるみたいに、うん、うん、なんか暴力ではなく、うん、なんか学びに変えてほしいですよね。まあそうですね、うん、あの必ず自分の不損だった人生が輝かしいものになるんで、それは諦めないでほしいかなと、うん、だから僕はまあ言い続けますけど、まあこういう久保さんとの対談もする理由としては、うん、僕はやっぱこの10年の歴史をもう久保さんのそのダメだった時から知ってますから、いや本当にコメントしかできない、変な、変な、まあ今も変な人だと思うけど今もかなり変態ですけど、僕も変態ですけど、あのいや本当にライブするとね、なんか広島の久保です、なんかもう気持ち悪いぐらいコメントくるんですよ、なんだこの人みたいな番組をご覧の皆さん、ね、そう番お前の番組ちゃうやろみたいないやマジですよ、だってそれしかできないんですよ、うん、変わったお客さんおるなみたいな、大丈夫かなみたいなでも逆に言うとコメントすらしない人っているわけじゃないですか、まあ、大半じゃないですか、まあそうなんですけどいやそうなんですけど、うん、じゃその人がね、うん、そんなコメント、変なコメント書く人が、うんね、こうなるとは思わないですよね。0.0001 ミクロンも思わないですね、うんうん、なるほど、まさかってことが起きるんですよねいやもう1ミクロンもなかったですから、うん、あの時は多分僕もね、その当時を振り返ってね、うん、まあ、いろんな方がビジネスに取り組んだと思うんですけども、私はもううまくいった方のもう最高峰だと思いますよ、うん、そうなんで、それ違いなんですか、その、まあまあ、腹くぐるで終わっちゃうか、まあまあ難しい、ね、いやだってあのだってもういや僕からするとマジでコメントしか書けない変なお客さんだったわけですよ、うん、はいでもでしかも麻雀店じゃないですか、うん、しかやってないっていうガチガチじゃないですか、うん、しかもその年齢もね、まあ、40になったところですよ、うん、ね、結構もうあれじゃないですか、そうそうそう、だからそれなんですよ、デメリットを持ってる人間がやることによって、はい、多分希望を与えられるのかなっていうのと、また目立つのかなっていうところがあって、マージャン店の親父がパソコンなんて全然やったことがないのにね、うん、いきなりその情報ビジネスやりますみたいなんで、うん、うまくいくのかよみたいなのが、うまくいくと多くの人が、あ、自分でもやってみようかなとか、あ、なるほどね、私同じ立場の人が、うん、あのまあ、塾に入ってくれるみたいなね、うん、まあ、そういった形にはなるのかなっていうことと、あ、じゃあそれをまあ想定してたというか、そう想定しましたね、まあ、自分がもしこのマージャン店で何もや分かんない僕がこう結果が出て稼げるようになったら、うん、じゃあこれは武器になるぞと、そう、なんかシンデレラストーリー作れるなと思いましたね、うん、まあ、完全シンデレラですね、うん、でやっぱ40過ぎてやるっていうところも、うん、なかなか踏ん切りがつかない方多い中で、俺はやったよみたいな、うん、いや40過ぎてはなかなかね踏ん切りつきづらいですよね、うん、だからどっちかって言ったらね、若い方のマーケットだと思うんですけども、うん、まあ、けどね、まあ、40過ぎてやることの意味っていうのは、多分同じ年代かちょっと上の人が来てくれるんじゃないかなと、うんうん、20代とか30代に学ぶよりも、うん、そこそこ年いった人の方が、うん、まあ、分かってもらいやすいかなみたいな感じで取り組めるんじゃないかなと思って、うん、だってアラフォーから始めるってまあまあ結構敷居高くないですか、まあ、高いですけどね、高いですよね、うん、うん、だからすごいなと思いますよ、だから同じ世代取り込めるんじゃないだろうかっていうふうに思ったところあります、うんうん、だからそれはまさにね、今そういうふうになってるなと思いますしね、いやでもまさにそうなってますね、うん、いや逆に言うとその40代とか50代だからやった方がいいなって、労働に耐えうる体はもうないわけじゃないですか、うん、まあおっしゃる通りですね、うん、だからネットをやっていく、うん、それからパソコンのスキルを使っていくってことで労力がすごく減って、うん、まさに最大限の効果が出る道っていうのはもうここなんですよね、うん、だからやっぱ40過ぎて50過ぎてっていう人だからこそ、ぜひねこのインターネットを使った情報ビジネスにどんどん入ってきてくれれば、うん、それまでの経験や知恵は全て生きると思うんで、うん、まあ FX とかもいいと思うんですけど、ただ種銭がやっぱ必要なので、うん、そうね、FX で勝てるスキルがあったとしても種銭なかったら、うん、0円じゃ無理ですもんね、そうですね、 FX はね0円じゃできないんで無理なんでどっかで種銭を作るビジネスはいります、そうで一番ベストはやっぱ情報ビジネスをマスターした上で FX マスターすると、うん、結局 FX の情報を発信できるんで、うん、だからもう
めちゃくちゃいいんですよね。うん、めちゃくちゃいいと思いますよ。あと、うん、特にね、あのどんな情報ビジネスすればいいのか分かんない人は、私とかね、毎日発信してるんで、吉谷さんとか、うん、それについてどう思うかってことをずっと毎日発信できるわけじゃないですか。そうですね。で、僕らが商品売ったら、うん、間に入ってアフィリエイトをやるみたいなこともできるかもしれないしね。うん、だからチャンスってちょっと考え方を変えると、いくらでもしてると思うんで、うん、まあね、あの、自分には何のチャンスもないとかね、何の力もないと思うんだったら、やっぱり情報ビジネスに入ってくるべきかなと思いますよね。うん、まあなぜ原価かからないんで、いや本当ね、前俺もうずっと言い続けますけど、うん、まあ YouTube がね初期費用なんか100万取られますさ、うん、ちょっとわかんないですけど、多分ないですよね。ないですね。Google の Gmail 取るのに100万円必要ですとか、うん、多分サブスク取るとか多分考えられ、ね、だって Yahoo メールも結構、僕は一番最初 Yahoo メールだったんですけど、うん、Yahoo メール未だに無料ですよね。そうですね。だから Gmail とか、だって Google ってすごいですよ。あの Google クラウド無料で15ギガぐらいあるんですよ。うん、あのドロップボックスだったかな、その、うん、あのそれは2ギガなんかすごいですよ、 Google って。そもそも使わせてくれますよね、無料で、うん、しかもそれ1アカウントに対して15ギガぐらいついてるんで、うん、そうこれ10個作って150ギガ。 Google 神だなと僕思いましたね、うん、であの昔ってあの Windows の Office とか、うんうん、Word とか買わないといけなかったじゃないですか、うん、そうなんですよね。で高いんですよ、うん、でみんなオープンオフィスっていう無料のね、懐かしくないですか、うん、懐かしい。結構本当かなり昔の話ですよ、うん、十何年前の話。みんなあの高いからオープンオフィスっていうフリーソフトで代用してた時代があったんですけど、うん、今ね Google スプレッドシートみたいなのネット上のクラウドで、うん、無料で Excel みたいなの使えるって。そうですよね。すごい時代ですよね。すごい時代ですよ。あとプレゼン資料、そのね、パワーポイントとかも Google の、うん、その、うん、無料であるんですよ。うん、しかもそうクラウドで操作して、うん、でしかもそのクラウド上で保存されてるから、うん、どこのパソコンからアクセスしても、うん、またその資料を作れるとかね、うん。なんか時代だなと思いますね。うん、そうですね、うん。まあ使わない手はないかなと思いますね。だから今ね恵まれてるんですよ。すごい恵まれてる。うん、だから僕はやっぱ。ネット歴も今年で18年ぐらいになりますけど、うん、歴史を知ってるんで、うん、なんか今はありがたいですね。ありがたいですね、うんうん、だからやっぱり当時ね、私がその店舗麻雀店をやってた頃の知り合いが見ていても、うん、あ全然変わったなと思うはずなんですよ、うん、その証明がリアルにあるっていうのもちょっとこう誇らしいところですね、うん、なんかいつの間にかこうなったわけじゃなくて、もう麻雀店毎日営業してるところで、そこのお客さんもずっと見てるわけですからね、うん、なんかもう久保さんなんか今使いこなしてるじゃないですか、もうネット。あ、そうですね、だいぶ使いこなしてる、ね、まああの稼ぐためにやらないといけないことってそんなに多くないんで、うん、それこそ会社に勤めた方がやること多いと思います。いや結構ね、あの最初は結構そのやっぱ単語とかもわからんし、うん、なんかそのなんか気嫌いするというか、うん、なんかなんですかね、なんだろうな、僕もあったんですけど違和感というか、うん、なんかちゃんとすって勉強できないのがその違和感だと思うんですよ、うんうんうん、だけど勉強してできるようになると、あそんな難しくないなっていうか、シンプルだなっていう、なんかそうやることそんな大したことねえなみたいな、うんうん、だからやっぱまあリアルで働いてる方が大変ですよね。大変ですよね。ストックも効かないんで、毎回毎回やらないといけないから。ストック効かないですね、うん、そう。だから過去のね動画がみんなの銀行1000円放り込んでくれるみたいなこと起きないんで。いやそうですね。もうこの前も僕入金ありましたけど、うん、だからそういうふうにあのフリーハンドでお金が入る仕組みを作っていくためにはネットを使うしかなくって、であのやれば本当に答え出るんでね、うんうん、どんどんやってもらわないとなと思いますね、うん。結構長い、もう1時間、うん、もうだいぶ喋りましたね。あ、そうだ、はい、これ最後に僕、はい、僕ね、これ聞こうと思ってたんだけど、はい、何でしょうか。あ、また来客じゃないですか。おじいちゃんかな。すごいですね、人気者じゃないですか。あ、いや、多分久保亭久保御亭人気者ですね、今日。こう収録してるうちに2人来てますからね。本当ですね。すごいな。なんだろう。あ、そう。はい。
そうなんです、これを聞こうと思ったんですよ、うん、まあ僕がね堀江さんの講演行った時に、うん、堀江さんすごい今までいろんな人生経験されてきまして、堀江さんにとってその人生とは言葉で表すとどういう言葉を選びますかみたいな質問をしたんですけど、住所宛ての荷物なんですけど、うん、宛先がなんかあの副長電工さん宛てなんですよね。副長電工あります？あ、なんだ、ちょっと見に行こうか、はい、ちょっと失礼します。ああ、ちょっと、うん、ちょっと失礼しますね。あ、すみません、楽しいトークで繋いで副長電工ですね、うん、まあ、こあのちょっとノン編集でいきますので、ちょ生っぽいでしょ、ローカルビデオだけで生っぽいでしょ。これが僕の味なんですよ。まあ普通だったらね、これカットすれば、まあカットすればいいだけなんだけど、カットせずにいきますから、カットせずに、そう無修正ですよ。いやでもね、10年早かったですね。あっという間でしたよ、10年秒で終わりましたね。そうだね、住所の書き間違いだった。はい、大丈夫ですか。はい、あの間違いです。間違いです。はい、ライブ放送ならではのアクシデントでございます。そうこれ編集しないんで、はい、はい、ということで、はい、堀江さんに、うん、それ聞いて意味あんのみたいな、うん、なんか言われたんですけど、はい、いや久保さんが同じこと言われたらどうしよう。じゃあ人生とは何ですか、言葉で表すと、まあ、その久保さんもう50年じゃないですか。50年ですね。で50年の中でまあいろいろあったじゃないですか、はいはい、家も買いましたし、はいはい、麻雀店やってたし、はいはい、借金まみれだったし、そうですね、いろいろ50年あった、この50年振り返って人生とはどうですか。今のいいですよ。あ、映画かなと思いますね。あ、映画、まさに、まさにまさに映画ですね、はい、人生とは映画で、映画ですね、ものすごく。その心は、うん、まあ、あの映画にはいろんな感情があって、はい、筋書きがあるようでなくって、はい、そして最後はねハッピーエンドが待っているのかなというところですね、はい、まあ、できればねハッピーエンドにしたいんですけども、はい、そうならないこともあるということで、はい、あの私はね映画のような人生を送ってるなと思いたいですね。あ、なるほどね、まあ久保さんらしいですねいやまさに映画でしょ、どうか、うん、いや僕も映画だと思いますよ、うん、やっぱね、そのやっぱ麻雀店やってて、いやあとね、あのちょっと勘違いされて、うん、無所にもね入ったこともありますからね、はい、はい、そう、まあ結局あれは大丈夫だったんですね。そうですね、無罪だったんですけども、結局そのどこを切り取るかによって、はい、その映画の予告編っていうのが衝撃的に作られたりとか、うん、期待させるものにできたりとかはあると思うんですよ。例えば私が間違えてね、あの逮捕されました、商売潰れましたみたいなところだけ切り取ると、うん、この危機をどうやってくり抜けるんだろうかみたいな予告編ができるかもしれませんし、うん、まあ今の暮らしを切り取るとね、あのまあ、お金もしっかり稼いで自由な時間を手にして、うん、で自分の好きなナイトライダー乗ってみたいな、なんか何一つね、いや乗ってないですよ、あのだ運転はしてないです。そうですね、飾って飾りますよ、ね、飾ってるだけなんですよね。いや今の夏無理じゃないですか本当に。いやダメですね。いやダメですよね、すぐにすぐにやばいですね水曜はみたいな、あ全然ダメですね、うんうん、だから本当ね、アメ車って例えばカリフォルニアのなんかね、はい、あの砂漠の真ん中ダーンと走るときって、はい、多分なんかむちゃくちゃ熱くなってるのかなと。いやあれ無理っすよね多分ね、うん、多分もしくは映画仕様じゃないですか多分。あ多分ね、あとはスピード出すと冷えるのかなとかね、あ、まあまあまあスピード出してれば大丈夫だと思いますけどね、うん、まあ日本のあのちょっとすぐ信号止まってみたいな、いやダメですね、無理ですよね、うん、ダメだ、帰れなくなっちゃう。そう昔ね僕も3、4乗ってた時に、うん、まあ、信号で炎天下で夏信号で止まってるともうクーラーが暖房に変わるんで、そうね、いやあのボンネットから煙出たことありますから。あ、マジですか。さすがに止めましたけどねその時はそうすごいんですよ、うん、だからそれもまあ一つの映画かなと。まあ映画ですね、うん、煙出たっていうのは、はい、いや僕もありますけどね、うん、だからそうやっていろいろ過ごしてきてね、うん、あの素敵なヒロインとの出会いがあったりとかね、うんうん、なんかライバルとの出会いがあったり。あ、そうですね、そうだ、出会いもだってお嫁さんに22個に 何個したでしょ。17個違うんだ17個17個下のお嫁さんってやばないですか17年違うんですよ。いや本当ありがたいことですよ。すごいですね。はい。え、年上じゃないですよ17個。え、17個年上だったら60何本のでしょ。あ、そうですね。ちょっとそれは考えられないから。うん、すごいな。いやお嫁さん若いですよ。うん、ピチピチですよ。
まあでもね、それだけじゃなくって、なんかその自分のね、心に一本筋が通ったかなっていうところありますね。あ、そうそうそう、この前僕対談したんですけど、うん、すいませんね、あの、うん、やっぱそう、久保さん本当は映画だなと思うのが、うん、やっぱその大和くん、うん、この子授かるっていう、うん、でこれも治療したんですよね、不妊治療、不妊治療ですよね、はい、で実はこの前その塾生さんで不妊治療してる人いるんですよ、うん、はいはい、でその子は今300万かけてるんだけども、うん、全然ダメらしいんですよ、うん、そうですね、で久保さん行ったわけじゃないですか、17年まあぶっちゃけ言うと17年年老いた、まあ、精子なわけじゃないですか、うん、そうそうそうそれで受精するっていうこの、うん、この前対談してきたんですよね、うん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 、でこうやっぱ久保さん持ってますねすごいですねいやでもテクノロジーのおかげですよね、これも多分10年前とかだったら不妊治療もまだ全然、いやでもその人もうその子もね300万ぐらい払ってるんですよ、うんうん、でもその昭和じゃなくて今の時代の治療で、はいはい、うん、久保さんは持ってますね、いろいろ。いやでも本当なんかあれ、ね、自由な時間があったからできたことかなと思いますし、うん、まああのなんていうのかな、まあ奥さんもね、はい、それをちゃんと受け入れてくれたってところがあるのかなと思いますよね、うん、いや本当は映画ですね、まあ映画ですね本当ね、うんうん、だからね、どんなまたどんでん返しがあるのか分かりませんね、うん、いやだからあの子供の名前もヤマトっていう、このヤマトつくっていうのこの映画じゃないですかもういい名前ですよ、はい、なかなかこうだってね、僕も銀河鉄道999はやっぱ好き、うん、ね、まあちょっとそこに、はい、ありますけども、あのね、これは塾生さんがね、はい、みんなで送ってくれたんですね、吉谷さんも込みで、いや映画ですね本当に、うん、いや映画のように行きたいなと思いますよ、やっぱなんかこう二転三転してね、ピンチがあって、大団円があって、で悲しい別れがあったりとかね、全部が好みを使っての映画のように。あ、でも僕も映画っぽいな。いや三四ウルとかもね、ちょっと映画のこの第二幕みたいな、うん。そうですね。それはあり得ると思うんで。そう、いや僕もね三四ウルとは思わなかったんですけど。うん、思わなかったですね、うん。そのまま行くのかと思ったんですけど。うんうん、まあ今日はね、あのカスタムした車で来たんですけど。うん、はい、まあ。人生は映画ですよ。映画のようにでも自分の人生を作っていければなと思いますよ。てか作れるんで。作れる、うん。作れますから。だからそれを腹くぐるからですね。自分で台本書いて、うん、そうなるように頑張っていくってことじゃないですかね。うんうん、まあ、腹くくりましょう。まあ、一言で言うともう腹くくれば。腹くくる。いけますから。なんていうのかな、察しがあるつもりでことに当たるとね、何でも叶うと思いますよ。だからいまいちその命懸けになれてないんじゃないですかね。だから自分の人生なんで命懸けになってもお釣り来ると思うんで、自分の人生に命かけられなかったら何に命かけるんだって話じゃないですか。いや僕もだって腹くぐりましたもん。うん、そうですね。うん、だから東京から鹿児島一人でこう行って、うん、そのまあ今思うとよくあの時やったなと思うんですけど、うん、貯金ないんですよ。うん、いや、ガーシーさんいくらで110円で、どう110円もないわけで、まあそれ言い過ぎだけど、うん、要は貯金がないわけですよ。借金2000万スタートだから、うん、だから鹿児島のその初期費用の20万もなくて、うん、契約はしたんだけど請求来ててお金どうしよう払えねえなみたいな、うん、すごいですね。いやそっからなんで、うん、それで商品そのなんか誕生日記念キャンペーンみたいなのやって作ってで売り上げ作ってすぐ入れてみたいな、うん、それでスタートだったんで、あでもそういう力をつけてもらったんじゃないですか。まあまあそうなんですけどね、まあ前の会社でまあ結構すごくやったんで、うん、まあそういう力は ついたと思うんですけど、うん、まあでも代わりにね、あの、うん、仮にですよ、あの部長が帰らないから僕らも帰れないじゃないですかって人が同じことやってもうまくいってないと思うんですよ。月末まで待ったらね、入金があるみたいなスクラッチじゃないわけですから、うんうん、それこそ私もこうやっていつもね、この家を見たり、まあ、こういった備品とかね、テーブルもそうですけど、うん、全部あの時から手に入れたもんだなっていつも思いますね、うん、もう全てですよ、あの40でネットビジネス世界入ってそれから全部手に入れたなと思いますよね、うん、だからそれまでにはなかったものが、まあ、具現化したっていうんですかね、うん、それがね、だから誰々が帰れないから僕らも帰れないみたいな泣きをついてたら多分のたれ死にしてると思うんで。まあそうですね、うん、そうですね、まああれもずっと使いますよね。お笑い草ですよね、あれも、ね、あれも、ね、なんか全然意識が違って、いやだからね、それやっぱ意識のすり合わせはね、うん、僕はね無理ではないけど超難しいですね。うん、うん、まあ私的には欲望にもっともっと純粋になった方がいいのかなっていうのと、うん、もう欲望をもっともっとね、物欲を持っていけば叶うことは多いんじゃないかなと、
うん、なんかねフェラーリを欲しいと思うのがかっこ悪いみたいに思う必要なくって、別に思うんだったら思えばいいしね、うん、で豊かでスローライフ、まあ、でも結構今の世代間でそういうのあるかもしれないですね、うん、なんか、うん、物欲が恥ずかしいって思う必要はないと思いますよ、うん、まあね思ってないとは思うんですけども、いやでも結構今のあると思いますよ、うん、なんかそれがダサいというか多分それはあると思います。そのうん、特に SNS が出て、うん、まあ、そういうそのいろんなものが出てるじゃないですか、うんうんうん、でそれをなんか、なんか心の奥底ではちょっと羨ましいと思っててもなんかダサいっていうふうに、うん、ダサいっていうことにすることによって自分に納得感するというか、ひがみかもしれないですね、うん、そこは。だからそういうのはあると思いますよね、うん、でも素直にそこは欲しいんだったら手に頑張ればいいんで、で自分のその欲望を叶えることによって助かる人が必ずいるんで、うん、販売してる人とかね。まあそうですね。だから BMW だってね、営業決まってやったありがとうみたいな。めちゃくちゃめちゃくちゃ喜んでました。そうですよね。だって僕あの今年のその BMW の初日っすよ、うん。今年の初日に電話したんですよ。うん、グッドですよね。それもドラマです。そう、それでそのまあそで営業マンに聞いたんですけど、そのなんか順番らしいんですよ、電話の担当。でたまたま僕で、あ、すみません買いたいんですけどみたいな、ああのえっ、ー、といあのえあの買うためにどうすればいいですか、ええ買うんですか、一応ですね一だから営業マンなんだけど、うん、営業せずに売れるというね、戸惑っちゃいますよね。そうお正月、ま、あの、うん、営業もめちゃめちゃ喜んでましたね、うん、だからねそういうのも込みで、この世の中不況だって言われてますけども、そもそも自分が個人的に不況だから全体ね不況を作ってるところもあると思うんですよ、うん、これあんまり言うとね、あの人手なしみたいな発言になるんですけども、なんか欲望を叶えるために頑張っていくと、うん、まあ、自分の周りから豊かにできるんじゃないかなと、うん、みんなでねなんか欲望を持つのがかっこ悪いとかね、物欲がかっこ悪いとか思っちゃうと、誰もお金を使わないし、うん、誰も商品買ってくれないしっていう世の中が続くんで、まあ、確かに国のせいでも悪いのかもしれないですけどね、うん、でもそれを打ち抜いて消費税も高いけども、でも富を残していく方法は残されているっていうことなのかなと思うんですよね、うん、はい、まあいろいろと、まあ、振り返ってお話しさせていただきましたけど、まあちょっと大分はよろしいようで、うん、1時間ぐらいなんで、はい、そうこちらもちょっと熱くだいぶ熱くなってきたかな、はい、では今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました、うん、ありがとうございました。